名誉会長はますます増大する知識情報の波に押し流されることなく選択の力を持て、この際大切な情報は姿を見せないものと心得よという具合におっしゃっておられます。前半の知識情報の氾濫は情報化の現在の姿であり、とても選択なしには情報を使いこなせない状況にあると思います。名誉会長の言葉の奥深さは後半の文章にあるわけで、まさに本当に役に立つ情報はその氾濫する情報の中にはないと喝破されておられるわけであります。本当に必要な情報は自らの見識と努力により発掘していかなくちゃいけないよということを言っておられるわけでありましても、我々としてもこのご中言を心していきたいという具合に考えております。